ホテルコンチネンタルサイゴンは、ベトナムホーチミン市のホテルで、パリのホテルコンチネンタルにちなんで名付けられた。ホーチミン市の商業中心地1区のドンコイ通り、ホーチミン市民劇場に隣接し、フランス統治時代の1880年に建設された。長年にわたる改装を経たものの、ホテルは現在も当初の建築や、様式の真髄を維持している。ホテルの所有は、 国営企業のサイゴンツーリストである。過去、サイゴンの通りは単純に助数で名付けられていた。サイゴン側の川岸を起点としており、現在のドンコイ通りは六番街と呼ばれた。1865年、フランス海軍提督ドラ・グランディエルが通りに名を付け直し、六番街はカティナ通りとなった。後に、コンチネンタルが建築される土地に最初に創建されたのは、 ドニフレール商社であった。ついで1865年、最後ン初の日用品店、ソリネールファーマソーティカルが置かれた。1968年、ホテルコンチネンタルと都像通りの様子1878年、家庭用器具や建築資材の製造会社、ピエールカゾウが入植地への長い旅路を終えた。フランス人旅行者にフレンチスタイルの贅沢な宿泊を提供しようと、 ホテルコンチネンタルの建築に取り掛かった。この計画には2年を要し、ホテルコンチネンタルは1880年に営業を開始した。同じ時期カティナ通りには、サイゴン大教会が建設され1880年に完成。1898年にサイゴン市庁舎が完成するなど、サイゴンの主要なコロニアル建築が建築されている。 ホテルコンチネンタルは1892年、グロステファン氏により改装された。1911年には、モンパンシエコーに買い取られた。1930年、コルシカ出身の名高いギャング、マッティー・フランチーニが新しい所有者となり、その後は息子のフィリップが1975年4月のサイゴンックまでホテルを経営した。ホテルコンチネンタルサイゴンは、 フランス統治時代のサイゴンの社会的、政治的な花形だった。第一次インドシナ戦争の期間ホテルコンチネンタルは、特派員、報道関係者、政治家、商人が、政治的経済的ニュースや時事問題について語り合う、ランデブーポイントとなり、しばしば、ラジオカティナと呼ばれた。1955年のベトナム分割の後、カティナ通りは、図像通りに、カルニエ広場は、 ラムソン広場に改名された。ベトナム戦争の帰還ホテルはコンチネンタルパレスと改名。報道関係者は1階のバーを大陸法と名付けて親しんだ。ニューズウィーク氏とタイム氏は、それぞれ2階にサイゴン編集局を開設していた。1975年4月のサイゴン陥落に続き、ホテルの所有権はホーチ治民主制に移され、トゥゾー通りはドンコイ通りと改名された。 ホテルは1976年に閉鎖され、1986年にドンコイホテルとして再開された。1988年から1989年にかけて完全修復されて、1989年にホテルコンチネンタルとして再開された。クレアムグリーンの小説、おとなしいアメリカ人にはホテルが舞台として描かれており、二度の映画化作品、静かな、 アメリカ人、愛の落日にも登場する。また、インドシナは、ホテルコンチネンタルサイゴンが舞台となっている。ありがとうございます。